どうもこんにちは、かきかです。今回はコーラカップやっていきたいと思います。さあ今回コーラカップ来たね。まあね、裏でねちょっとねキノコカップのあれを優勝してきてスターカップ出たんだけど、まあ見てる方ならわかると思うけど、このゲーム難しい本当で。今回ね、今日ワリオでいきたいと思いますね。おっと、いいね、これ好きなのよ。これ光ってる。おい、マリオぶっ飛ばして、ゴリラくんもぶっ飛ば、おいおい、やるなこのゴリラ。全然この時代ってあれだよね、 SS スリップストリームだったっけ、あれ全然取れないよね。やばい、ボム兵持ってる。やべ、投げない、うお、やば、あのマリオコナンの犯人じゃん。やばいな、ドンキーが。よし、当たれ、オッケー。なぜワリオかっていうと、まあ、ただ単純に、いろんなキャラ使いたいっていうのもあるけど。だからね、今回初めてスタンドカード使うけど、スタンドカードもどんな感じなのかなって。B ダッシュ、エッグワンときたらね、次はスタンドカードでしょうと。でもここ、意外に簡単だね。もうめちゃくちゃ簡単。言わなかったけど、シンプルすぎて簡単だった。じゃあ次のレース行こうか。いや、このコース、なんだろうなと思ったんだけど、これ、モーモーカントリーにそっくりだなと思ったら、64のモーモーカントリーバージョン。まあ、64のモーモーカントリーや。みたいな感じだって。うわ、もうほんとクッパ強えな。ワリオだぜ、こっち。ワリオ。よしよしよ。ここ意外に難しいね。これ地味じゃない？地味とか言っちゃいけないけどね。ニンテンドーさんが作ったのに地味とか言ったら、明日消されるから。消されたくはないから言わないけど。でも、あれだな。スタンドカードこれ強いのかな？なんかスピードもあまりなくて、なんかアイテムが一番中くらいみたいな性能してたんだけど、割にはなんか赤コーラ出ないよね。アイディもマックスで、じゃあキラーとか出んのかな。 B ダッシュの時出なかったけど、マリオいつまでぶつかって、お、いいね。おい、ざまあみろドンキー。テレサに奪われていく。いや、こいつやるな。いや、でも意外に今回いいかも。やばい、ちょっと待って、待って、オワコンカードはしたくない。オワカはしたくない、オワカは。で、早あいつ。いや、ラッキー。早いやつこそ、こうやって天罰くらう、ね、ほんと天罰が下るんですよ。マリオカートで一番強い順位ってなんか2位って聞くしね、よく。1位は逆に強くないみたいな。あ、でもやっぱね、1位取ってる人が一番輝くゲームだぞ。おい、ちょっと待って。嘘。あ、ラッキー、なんか、ドンキーナメプしてる。よし、ドンキーのナメプのおかげで勝った。あいつナメプしてたな、完全に。え、それとも赤コーラ食らった？え、ナメプしてたことない？やった。やった。ワリーを舐めるからだよ。やった、やった。で、次、行きましょうか。後ろの城、雑じゃない？かなり。なんか、あれ、お城、うわ、ぶつかってきやがった。ナメプとか言ったから、ぶつかってきたんだけど。何が出る？お、いいね。やっぱスターいいよね。曲も好きだし、この時代。だから全時代好きなんだけど。おい、このね、マリオドンキーっていう、マリオ VS ドンキーコング。あの二人が相当強いからさ。あの二人、ボコしていかないと。ピーチサーキットだから、ピーチ上がってきてる、ピーチ。いや、そう、自分のサーキットの時だけ目立とうとするのは勝てないのよ、マリオカードでね。どんなコースであっても、勝とうと思わないと。自分のコースだから、自分の名前が載ってるから勝とうとしようとしても無駄ですよと。やばい。お、ここ来てないよ。いいよ。よいしょ。ドリフト溜めにくいの思ったけど、無理やり溜めてみます。いや、ダメだ。難しい。やばい。やっちゃった。もうかっこつけない。あ、やばい。マリオ VS ドンキー来た。マリオ VS ドンキー来ちゃった。待って。やばい。頑張れ。よいしょ。おい、よしよしよし。うわー、やっぱ、綺麗なカーブしてくんな。もうこれドリフトしなくていいや。あ、溜まった、ラッキー。ワリオのおならが溜まった。で、これで。ゴール。よしよし。やった。よし。なんか奪われた。よしよし。ピーチサーキットも、今回来るんじゃない？また、オール1。今が、ドンキー、いや、でこれドンキー1でも、僕2位でもいけるんじゃない？ルイーサーキット。あ、ここか。最初です、ここか。
確かね、DS からレトロカップっていうのが追加されたんだよね。確か。だから、ダブルダッシュまでは9コース遊べなかったみたいな。いいね、ボムヘ。コナンの犯人して、コナンくんの犯人しましょう。名探偵コナンくんの犯人して、イエーイ、ピーチが来なかった。さっきの聞いた？めっちゃプップーで鳴らすじゃん。ワリオってぶつかったらこんな鳴らすんだ。めっちゃ鳴る。おい、なんで、やめて。よし、誰か当たるでしょ。誰が当たる人って誰も当たらないの？マジか。うわ、クッパーは、ちょっともう、申し訳ないけど、眼中いないかな。あ、ほら。いや、これ投げよう。キノコ。いいね。くれ。吹っ飛びます。ほら、全然吹っ飛ばん。全然吹っ飛ばんかった。ドンキーとワリオって重さほぼ一緒じゃないの？なんかスマブラではドンキーの方が重いけど、マリオカートではワリオの方が重い。うわ、あの主人公ぶつかってきた。うわぁ、やっぱそういう感じなんだ。最終的にはもうどんなライバルですら踏み潰して、バカちゃんの動き。ライバルが勝つよ。今回ワリオカートだから。マリオカートじゃないからね。ワリオカートだから。ワリオカートする。お前、弟のステージでもアップデートしてんの。よし。いいよ。これ、後ろ。よし。いいよ。クッパ2になってる。ラッキー。あ、行った。こっちになろうか。こっちの方が早そう。いや、こっち遅いか、絶対。はい。いや、伏せよう。あ、いい、オッケー。今回は、1位。素晴らしいね。今回全部1位取れた。やった。コース簡単だったね、やっぱ。バナナカップ、コーラカップか。で、まあこれいつものあれで。やった！星にくれるんだ！ありがとうございます！ということで今回はここまでです。やったね！ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、TikTok、Twitter のフォローもお願いします。ではまた、さよなら。